リハビリの中でも日常生活、トイレに行ったりとか、朝歯を磨いたりとか、お風呂入ったりとか、そういう日常での生活に必要な動作っていうのを練習していく、その、リハビリをお手伝いするっていう専門職です。おじいちゃんおばあちゃんたちがもちろん笑ってくれたり、こう楽しくお話できたり、施設に入所されている方がこうご自宅に帰られた時とか、あと歩けるように、ある車椅子生活だった方がこう杖を持って歩けるようになったりとか、そういうふうな援助とかを、できた時はとてもやりがいを感じますし、はい、やっててよかったなって思うし、これからもやっていきたいなっていうふうに、感じますね。介護保険制度の下で僕たちは働いていて、でリハビリって個別リハビリって1人に20分しか関われないんですね。はい、決まってるんです。なのでそういうふうにもう厚生労働省が定めているので、20分でとてもその人をこう手厚くケアしたりとかリハビリしたりっていうのは本当難しいですし、利用者さんもたくさんいらっしゃるので、本当それこそなんて言うんでしょうね、もっと関わってあげたいのになかなか関われないで次の人を待たせてるからっていう形で行ってしまったりっていう、もっと本当はこの人はできる能力を持っているはずなのになかなか援助しきれなくってそこを伸ばしていけなかったりとか、その利用者さんの生活の質がなかなか上がらなかったりっていうのはすごい感じますね。だからもっと関わってあげたいなって思うし、そういうふうにできない制度にはすごい疑問を感じるなっていうふうに思います。はい、後期高齢者医療制度が始まってから介護保険のサービスを減らす人が多くて、天引きじゃないですか、年金から天引きされて、今までデイサービスとかデイケアとか通所のサービスを週2回使ってた人が1回に減らしたりとか、ショートステイって言ってちょっと2泊3日とかでお泊まりでリハビリしてその間家族休んでもらうっていうようなサービスもあるんですけど、それもできなくなっちゃったりとか、そういうふうに本当にその人たちのリハビリの幅もそうですし、その人たちを見てる介護者の家族の方たちも本当に苦しめられているなっていうふうに現場で働いてて実感しているので、本当に後期高齢者医療制度っていうのは撤廃してほしいです。共産党の議員さんとかはすごい後期高齢者医療制度のこととか、あと介護保険制度のこととか、あと特養施設をもっと増やせとか、やっぱりそういったことに税金を使っていくべきだっていうふうに軍事費5兆円を削っていけば財源はあるとか、それはすごい聞いててその通りだなって感じますし、やっぱり僕たち医療とか福祉従事者にとってはそういう平和の問題とかもやっぱり人の命を助けていったりとかっていう仕事をしてるんだから、もう絶対やっぱ戦争とかそれにこう加担するようなこう政治っていうのにもすごい反対ですし、そういう意味でもやっぱり日本共産党には伸びてほしいなっていうふうには思いますし、もう政治が僕たちの現場に直結するので介護保険制度っていう形で、だから厚生労働省のやり方とか本当にひどいなって思うし、そういうふうに思うとやっぱり政治が変わらないといけないなっていうふうに思って、それでこう、じゃあ立ち返ってみると今までの政治どうだったかなって思うと、やっぱ自民党公明党政治はやっぱり福祉を切り捨てて構造改革っていう名のもとに、年間2200億円でしたっけ、多い毎年こう削って予算をとか、そういうのをやっぱ聞いてたりすると絶対それは支持できないなって思うし、じゃあ民主党はどうかって言ったら、やっぱり
選挙ですごい去年の選挙で勝ったけど、でも結局マニフェストとか全然守られてない部分とか、後期高齢者医療制度も4年先送りとか、なんだよとか思って、正直なんか僕たちの票をなんか本当に軽く見てるなって思うし、もっともっと一票の重みっていうのをちゃんとどの政党にも感じてほしいなって思うし、で日本共産党はすごいそういった国民の声とか一票一票っていうものをすごい重くちゃんと受け止めてくれているし、僕自身も何て言うんだろう、共産党を応援したいなって思うし、僕の周りでも共産党今回入れてみようかなっていう声とかも上がっているし、やっぱりそういった意味でもなんだろうな、やっていること実績、っていうのは本当に共産党はピカイチだなと思うので、医療介護に税金を使ってほしい、だから私は日本共産党。